はい、経過元の創業を展開しております合同会社おもてなし便の新年翔です。本日はですね、今回は、弊社とのご契約をしていただいた、加藤さんのインタビューをですね何回かに分けてお送りします。加藤さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、年齢お願いします。はい、31歳です。はい、31歳。前職お願いいたします。前職は軽貨物のドライバーです。はい、軽貨物ドライバーさんですね。そして再度軽貨物ドライバーさんということですね。はい、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、契約前の、お仕事環境や生活環境での、悩みがありましたらお願いいたします。まあ仕事環境では最初は定期の仕事に入っていたんですが、はい、いろいろな事情があり定期の仕事がなくなり収入面に困っていました。あ、はい、収入面ちょっと困っちゃいますね、それ一番ね。はい、そうですね、そちらについてはですね非常に、責任があることだと思いますのでね、ちょっと考えなきゃいけないですね。はい、はい、ありがとうございます。ということで加藤さんのインタビューはまだ続きますが、また次回ということでよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。